元気だなと思った。声大きいし、なんか声大きすぎて、そう、そう、楽しかったです。めっちゃ、楽しかった。そう、なんか私は友達と一緒にパス練したり、あのシュート練したり、リフティングの練習したりしてたんだけど、そう、なんかね、なんかそのサッカースクールの小学生の弟とかが迎えの時間に来てて、親と一緒に。でその弟くんが3歳だったの。3歳の男の子で、可愛いねとかって言ってそう、友達と一緒にボールをねパスし合ってたの。そのサンチャイの男の子に、サンチャイちゃんにパスして、わー上手ーとかってやってたら、急にあそこになんかゴールあるみたいな感じに言い出して、めっちゃでっかいゴールに向かって、その3歳の子がねドリブルしながら走ってって、大丈夫って思ったけど、マジ上手くて、その3歳の子がドリブルがゴールに向かって、結構遠い100メートルぐらいあったんだけど、えっと思って、急にえみたいな、さっきまであれパス練して可愛いとか言ってたけどみたいな、めっちゃドリブル上手いやんと思って、めっちゃ疲れた。それが一番で、シュートしてた普通に。えびっくりした私、3歳でもあんなにドリブルできるんだと思って。そう、3歳でもさ動けるんだ。なんか私そのなんか舐めてた、正直。サインもらっとけばよかったね、エリー。あれはそう、パス練してたんじゃなくて、私がされてたんだね、パス練ね。可愛いとかって言って、3歳とさ、上手だねとかって言ってたけどさ、私が練習されてたんだ、逆にね。練習してたんだ、うん、遊んでくれてたの私と。そう、遊んでもらってた。そう、遊んでもらってました私、うん、めっちゃね久しぶりに動いた。なんか楽しかったです、楽しかった。リフティングはなんか平行に落として90度、足90度、これをこの感覚を覚えてみたいな感じで、すごいご指導を受けました。そう、サッカー楽しかった。なんかリフティング練習でツイッターに載せたらさ、なんかみんななんか面白いって来てたけど、私は本当に真面目にやってて、そう、これでもなんか手が出てたね、これ。私やってる最中には気づかなかったんですけど、手が出ててたこと、動画後から見たらめっちゃ手出ててびっくりした。そう、だからサッカーしてる時にハンドしちゃう人って、あ、こういう感じなんだと思った。なんか試合中にハンドってなった時に、いやいやいやみたいななるじゃん。で、あ、こういうことかって思った。私もリフティング練習してて気づかなかったもん、手使ってること。マジで、うん、PK 消したらって、そう、 PK 練習も一瞬乗せたんだけど、ちょっとくどいかなと思って、今回リフティングだけでいいかなと思って。皆さん PK も見たいですか？ね、PK いります？見たい PK。 なんかリフティングが結構受けてたから、それを上回る面白さではないから、別に PK は。そう、ヘディングやってみたい。やで、ヘディングはまだ練習してないな、うん、
そう。楽しかった今日。でも私本当に運動神経悪くて、結構ボール系がだから動きとか、なんか結構なんか運動音痴の動き方だとかってコメント来たりして、やっぱそうなんだって思った、うん、私本当に元美術部なんですよ。そうなので、そう運動神経悪い人の動きだって。でも私本当に球技が苦手で、めっちゃそうなので、また練習して上手になったらまた乗せます、リフティング練習。うん、サッカーメール来たって。お、メール取ってくれてありがとうございます。めっちゃ楽しかったサッカー。みんなもね、動いた方がいいよ。体、体を動かした方がいい。うん、今日めっちゃ歩いたしね。私今日お仕事の現場まで行くのに結構20分、20分、40分ぐらい歩いてサッカーしてるから、今日結構消費した、あの燃費めっちゃ歩いたし、今日動いた、めっちゃ、うん、いいこと。そう、めっちゃ動きました。あんな色のボールあるんだね。そう、あれはあの借りました、小学生の子に。小学生の子たちはあの試合っていうか、なんかやってたので、試合形式のやつを、だから貸してくださいって言ったら貸してくれたんで、あのボール借りました。うん、そうだからボールね、そう、私サッカーボール買おうかなと思ってさっき調べた。サッカーボール自分の買おうかなってなんか思っちゃって、そうさっき調べてた。でも友達がくれるって、友達の、その実況してくれた友達の親がコーチだから、いっぱい家にあるから、でもそんなサッカー熱っていうか、今日は楽しかっただけでめっちゃ続けるわけじゃないから、別にサッカーは。そう、また行こうって、行ける、行こうね、やろうねみたいになった時にはやるけど、そんな頻繁になんか習い事かのようにはやらないので。そう
明日は雫公園だ。明日は雫公園です。え、明日この短い髪で初めて公園に出る。ちょっと緊張。でもなんか馴染んできたよね、こんな長さ。私なんかあれ切ったって感じにまたなってる。なんかさ、見慣れすぎてさ、あれ髪の毛切ったって感じじゃない。なんか馴染み早いよね、私マジで。ちょっと伸びた髪、え、それな、え、待って、髪のさ伸び、もう伸びたよね、だって絶対髪ね、髪さ、ほんと伸びんの早い。私もう伸びた髪の毛。え、結構さ3日ぐらい前切った時結構もうちょっと短かったよね。え、なのにもう伸びた、早いんだけど髪の、みんなね、え、昨日より長い、確かに伸びた。だって、え、それな、成長早い髪の。ね、初日しか短いと感じなかったかも。え、やば、じゃみんなの目が慣れたんだ。今日はでも横から見たらちゃんと短い、うん、すっごい右腕が筋肉痛なんだけど、なんでだろう。リフティングするときにさ、手使ってないのに、サッカーするときか、サッカーするときに手使ってないのにめっちゃ右腕が筋肉痛。足なのに怖い、めっちゃ右腕筋肉痛だわ。なんか重い今、ワクチン打ったかなぐらいマジで重い。明日の振りはもういけるんだって。名前を、やばい、ビブハリケーンちゃんと覚えないと。この前僕隊でやったからさ、違うポジションだから思い出さないと。そうだよね、僕隊では違うポジなんだよね。え、待って、瀬戸里なんだっけ。雫たちよ、雫、雫たち、雫たちじゃない、つぼみたちか、つぼみたち、つぼみたちからのスコール、メイビービバハリケーン、スコール、違う、ビバハリケーンメイビーだ。で、私はユニタマリアと君は僕の風で、で、あとは中盤がなんだっけ、ささめゆき、アンチアクシデント中で、光と影の日々で、アンコールあって、アフターレイン47、虹の列車か、うん、
直角サンシャイン、直角サンシャインさ、もうほんと世紀のさ、あの悟りに入れてほしかった。めっちゃ好きな曲だから、私直角サンシャイン高校行く時にさ、バスの中でさ、めっちゃ聴いてたからさ、めっちゃあの歌詞めっちゃいいよね。そうだから、あの普通にやりたかった。うん、スコールの間にね、私傘担当だったのに、傘担当じゃなくなったんだよ。16人から18人、8人になった時。そう、傘楽しかったんだけどな。私のファンあるある言うね。私のファンあるある。公演中うちわ持ってて、私が一回そこにいるの気づいたらうちわ下ろす。でお見送りの時も、私のファンであることがバレたくないのか、うちわを下に下げながらお見送りする。私のファンあるある。そう、お見送りの時こうやって見せながらじゃなくて、下げながらあのお見送りする。そういう人多い。うん、そうだから、そう、私のお見送りのさ、さすがに私の前ではこうやってあげてくれるかなって思って見てるけど、ずっと下げたものだから、あれって公演中に推し変したんかなみたいな、なんかあれって公演中になんか私なんかやらかしたかなみたいな、めっちゃ思うけど、 SNS のコメントで楽しすぎたってコメントして、えりちゃん最高だったってコメントしてきて、あー、そう、お代理なファンあるある。すっきりして素敵なお顔ですね。なってありがとうございます。感謝感謝。恥ずくて浴びれないだって。え、何恥ずい？頑張ってうちわ作ったアピールしました、だって嬉しいね。最近なんかうちわね、なんか独特な形の作ってくれる方も多くて、なんか嬉しいです。
トゥ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 じゃあ劇場で本当になんかおだっていう字をおとだでおが牛すじでたが白滝みたいな感じでこうやって持ってる人がいてえそういうことかって思った。そうそれで文字作ってた。牛すじで文字作って白滝で文字作ってそうびっくりした。作りやすい具にしてるって好きな野菜は何ですか？あ、これもしかしてうちわにしてくれるってこと？好きな野菜？春菊です春菊と芋です。うん、春菊めっちゃ好き。こう見えて私もし芋好き、芋っていうか芋の派生料理が好き、うん、あ、うるいも好き。めっちゃうるいでもいいよ。うちは春菊と芋がむずかったらうるいで大丈夫です。うるいめっちゃ美味しいよ。うるい、うるい大好き。うん、うるいはね、なんかよくわかんないね。野菜なんか私も食卓に出てきてこれ何って来てうるいだよって言われて何それって食べて美味しいってなったの。てか明日の集合時間とか来てないな。メール消しちゃったかな。あ、来てた来てましたね。明日は2回公演です。頑張る。髪型どうしよう。ふわふわ？ふわふわ？サッカーに釣られてきたけど終わってた。だってサッカー話もう終わりました。サッカー話終わりました。終わっちゃった。
明日公園来る人、はーい、はーい、だって1、2、3、4、5、6、7、いっぱいよろしくお願いします。当たってる人多い、だってね、うちわは見ないでね、だって、あ、絶対私のうちわじゃないってことだ、ひどいよ、私のうちわも持ってよ、いいじゃん、1個持つのも2個持つのも同じじゃんかね、公園は入り口で大人1枚って言えばいいのですか、だってまず公園に入るには応募受付をしなきゃいけません、数日前にあの受付期間があるので、そこでネットで応募して、それに合格したら次のステップに進めます。で、合格してあの、あなたは当選ですって来たら、当選ですっていう人とキャン待ちですっていう人と、あとロビー来てもいいよっていう 3種類の方々が、そうだけが劇場に当日来れます。そうなので、フラッと来て今日行きたいって思って行っても、当日券とかはないので入れません。はい、合格試験があるのだって、いや合格、あの言葉間違えました、なんていうんですか、当選です、当選、そう、私不合格だったんだ、だって明日のは不合格でした、だって応募したいし合格したい、合格ありがとう合格すると嬉しい、そう、当選、不当選、当選と、なんだ、落選か、キャン待ちは補欠合格、そう、キャンセル待ちっていうのは、当選したけど来なかった人がいた場合、そのキャンセル待ちっていう方々は中に入れる。席は直前で分かるの？だって皆さんどうですか？ビンゴなんだよね、なんかみんな番号を一人一つ持つんじゃないですか、それでカラカラカラってスタッフさんが回して5番の方って言って、呼ばれた順に並んで、その最先頭から好きな席選べるんじゃない？ちょっと違う？10人ずつ選べんのか。だって。
題におすすめの席は、私、ま、どっちだろうね、この公園って、上手と下手、私どっちなんだろう、これ下手かな。忘れました。忘れちゃった。でも僕隊は下手だなと思いました。マジで上手あんま行かなかった。逆上がりはどっちだろう。じゃあそろそろ眠くなってきたので配信終わりたいと思います。皆さん見てくれてありがとうございます。では今日の配信終わります。サイリウムカラーは青とオレンジです。ではでは、じゃ最後にオランキング読みます。いきます。13位ファデル、12位五名先生、11位マッカーシアとオダシ、10位 NC マックス、9位ショーターとオダイリシカカタン、8位ナオキ、7位マーアとオダシ、6位ミヤちゃん、5位オンオン、4位クマティ、3位ミホ、2位シンゴ、そして1位は進撃のパオン。ありがとうございます。ということで、じゃあ明日から公演頑張ります。よろしくね。バイバーイ。